自分だけ楽しむんでるでしょ自分だけでしょ。なんで、ほらほらなんでこう何やったったみたいな感じ。自分がいくらかっこよかったら他の二人は違うんだよ違うのが入ってんだよ俺のコーナーなの俺のコーナーただのワンマンションになってるじゃないですか。聞いて直っちゃう。自分一人だけいい気になって引いて引いて引いて進めよう。引いてください。引いてください。問答無用でユサさん先行だと。お願いしますはいはい。じゃらつ。おおほう、これが来ましたか。これはどうかな、その執事ロボットにつき。ああでもレンジは広いよね。レンジは広いです。いろいろあるからね。ロボットというとね、いろいろなロボット聞いたことあるな。これロボですよ。ペロッの仕事が早い。ロボ早いです。すごい早いね。ロボ、ロボにつき。いえ広いですから、どんなロボットでもいいです。巨大ロボ、アンドロイドでもいいです。巨大ロボ、巨大ロボでもいいです。巨大ロボ喋んねえんじゃないかなはい、思うがままのロボットをよろしいですか無言いきます。問答無用です。その人たちロボにつき。レイレイと契約はまた別のものですバブルスなんか違うの混じってるぞ。うわあ本田のやつだ。岸本がいる。あなたが女王の命を最優先させるのと同じように、私もあなたの命を優先させるのです。バブルスロボじゃねえから人ですよ。それは骨の折れた人じゃないですか。それ誠意誠意お使いしお守りしてきた坊ちゃん、今さら誰かに横取りされてはたまりませんからね。バブルスこんな先輩見たくなかったびっくりしたよ。それあの ロボっていうよりあのロボの動きが得意な人ってことですよね。ちょっと足も上手いんだもん。ロボットのみをチョイスして確かに人工の人も混ざってたけどさ、いろいろ混ざってましたけどもね。いろんなロボを見せてくれたんですね。いろんなロボを、いろんな未来をね、あの時代を経てね時代いろんな時代をたどっていったわけですロボットの進化をね。はい、ありがとうございます。あのバブルスは間ぐらいにナイスバブルス、ナイスバブルス、ナイスバブルスよっしゃ、うちはミスター杉山がやってくれるはずだよ。業界一の真面目な男が頑張りますよ。さあこの人に真面目な人は業界にいない。行きます、はい、真面目が服を着ないで歩いてるような感じだ、はい、引きました真面目を。なんだろう。その羊、はい、24時間戦えますかにつき。ああそういう、あんたがやったやつ、ちょっと真似したでしょ。今あんたやったから、今やっちゃうのそれ今ちょっとやりましたよね。演者を苦しめるな。何がこれ以上みんなを苦しめるな。何がそうですね、うっかりしてましたじゃあ、いろんなでも取り方があると思います。そうですよ、24時間戦える、はいはい、時と三郎さんとかでもいいやつ。あ、また懐かしい、カードの CM ですね。そっちの方がハードルが高い。またカードを封じたような気がしますが、はい、どの24時間で来るのか、はいはい、楽しみです。頑張ります。はい、頑張って、はい、ではノリピー頑張って聞いたことで頑張ります、はい、演じていただきましょう、はい、その羊24時間戦えますにつき。命令と契約はまた別のものです。あなたが女王の命を優先させるのと同じように、私もあなたの命を優先させるのです。ここまで誠心誠意を尽くしお守りしてきた坊ちゃん、今さら誰かに横取りされてはたまりません。申し訳ないとは思う。マイコすげー、
素敵や、かっこいい。なんか分からなくなってきたけど言えよ。すまないと思っているって言えよ。本当に申し訳ないナイスナイスファイト、素敵だナイスファイト、よし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 、本当に俺も思いました。ナイスファイト。俺今でもさ、それぞれでセバがなんかフォローしてたよね。何が、何を、杉山さんを。あダメでしょ。なんで、審判でしょ。さっき足引っ張られたんだよ、パントマイムの時。そうか、そうそうだよね。ごめんな、みんなごめんなこいつジャッジの時間そろそろ、はい、ジャッジの時間です。判定を皆様に出していただきたいと思います。まあね、両方ともね、なんか黄色黄色こっちが勝ったというふうに思っているようですが、これは皆さんの判定に委ねられておりますので、え、なんかちゃんとみんな1回戦から覚えてんのかな、はい、そうだね、覚えてる、カッパ覚えてる、あカッパ覚えてる、1回戦はそうですね、関取覚えてる、関取昔の話みたいな、バブルス覚えてる、いやちょうど覚えてるカッパ対奥歯ガタガタ、奥歯だよ奥歯、パントマイマー、パントマイマー、関取対パントマイマー、そしてロボ対24時間戦える人というふうな対戦でしたが、皆さんいいですか、準備はよろしいでしょうか。では判定をどうぞ。お願いします。おお、これは早く早く野鳥の会の人、野鳥の会の人にね見てもらいたいの、ね、野鳥の会の人なんでラウンドガール、黄色がね、でかいかラウンドガールだな、これは微妙な200ぐらい、判定がしづらいですね、黄色と白、ま、え本当に黄色だろこれ、黄色がでも黄色、でも前の方は白が多いですよね結構ね、これはでも2501対2499じゃないですかね。でそのぐらいの背中かもしれないですね。どっちなんだこれ、これどっちなんだろう、これどっちなのかな、みんなもう一回ユサさんのロボットを思い出したら黄色になると思う